はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きをやっていきたいと思います。本日も王家の迷宮地下3階行ってきます。地下3階テイク2です。なんでテイク2かというと、応答が入ってなかったんだわ。私の声が入ってませんでした。でそのままアップしようかなと思ったんですけど、ちょっと時間が取れたので地下3階ね、もう1回行っていきたいと思います。ね、地下3階クリアしたので地下6階まで行けるようになってるんですけど、動画的にもう一度地下3階行ってきたいと思います。さあ頑張っていきましょう。地下3階でね、結構いろいろね手に入ったんですけど、当たりのベルトは全く出ませんでした。さてここはね、まずもらってもいいんだよな。あ、商品半分、これがねまず大事、これ嬉しいわ。でこっちはゴールド5倍 OK。 じゃあ行きますかね。あ、小瓶持ってくんの忘れたわ。小瓶補充してなかった。この前いっぱい手に入れたのにね、ビョルンちゃんのおかげで。あれ、マップがやっぱ違うか、毎回違うのかな。あれ、このマップだったっけ、地下3階。あ、見慣れないやつが出てるわ。まあ2回目なんで戦い方のコツは分かった。そんなに強くなかった。 OK。 でちょっと足が速くなる靴じゃないよね、なんか、ベルトをつけてます。ちょっとだけ速くなるという、なってんのかなこれ。さあさっさと倒して次行くぞ。OK。 で銀箱ならもらう。これ何、金もしかして。あ、金箱だ。金箱が落ちてることもあるんだ。やっぱ半分の魔石で取れるっていうのはいいですね。光の輝きか、違う、勇気の輝き、勇気の輝き半分で取れるっていうのはいいですね。これ何箱、銀箱、銀箱もらっちゃう。20、まあいいっしょ、大丈夫でしょう。ダメかな、ちょっともう足んないかな。足んなかったらボス戦やんないで駆け込みます。ただそれやるとね、次がね、あ、やべ、普通に戦っちゃった。次がなかなか、あ、水3匹も出てきた。勇気の輝きが足らなくて困っちゃうんだな。ラリフォー、オッケー。できればボスまで倒したいね。あとボスだけだね。オッケー、間に合うでしょ、100あるもんな。あれ、こんなやつだったっけ。やっぱこれ毎回違うのかな。ちなみに王家の迷宮2回連続で来るのは初めてなんですよ。あ、捨て身した方が良かったか。さあ行け。
オッケー、もう赤いね。あぶね、ひっくり返るとこだった。オッケー。さあ、いくつもらえるかな。どうや、どうや。お、330ね。まあいいんじゃない。配信いらないね。MP に変えられる。あー、まあちょっと MP や。あ、でも満タンにすれば持つもんな MP。 早く走れる。まあこれちょっとやっとく。でこっちって金箱かな。あ、金箱。銀箱はいくつ ?20 か。銀箱もらっちゃう。まあいいや、もらってみよう。持つよね、持つと思うんだ。よし、じゃあ行きますか。ちなみにメカ吉はスキルでね、若干強さが強くなってます前回よりね。マップどんな感じ。あ、マップ狭い。大丈夫だな。おしけ。そして今は、夜ですね。夜、夜中です。もう12時前後かな。仕事帰ってきて即撮ってます。今日はよし。あー、落ちない。マジか。 OK。 でもう夢見取らないんで、あれ銀箱だと思うけど走ります。まあ間に合うと思うんだけどね。オッケー。あれが強いやつかな。あ、こいつだ、こいつだった。こいつにね、すげえ時間かけたんですよ前回。4つぐらい取った。それでね、あとボス戦とか全部カットして駆け込んでギリ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 間に合ったって感じだったんですよね前回。前回ってあのボツになっちゃったやつね。あれ、あ、連続で出ないんだ毎回。知らなかった。毎回連続で出んだと思ってたわ。ずーっとね連チャンで出てきたんですよ。で最後ね、もう諦めてやめたんだよね。4回ぐらい取ってあと諦めたんです。まだ続いてたんだけど、これはたまたま運が良かっただけなのか。押した押した。銅箱、あとはもう消化試合だなこれ。どのぐらいだ。敵があと 2,3 匹かな。OK、 よし行こう。はい、銅箱でしょ。銅箱いらない。あとじゃあボスだけか。
あとボスだけ。よっしゃ、行きますか。あれ、なんかすぐ動けないんですけど。よし、けテンション上げまくるな。いや、でも押し切っちゃおうかな。 OK、 いいね。130余りで、いくつになる。お、いいね、360じゃん。キラキラボーン、うわ、いいわ。あの銀箱をまず取って、そっから考えよう。経験値3倍。キラボーンいらないと思うんだよな。まあ一応取っとくか。ボス違う可能性もあるからね。これこいつも取っとくか。銅箱いらないけど。あ、前回ボツになった動画の方が良かったわ。まあ何が出るかだからね。結局ハズレしか出なかったんで全部捨てちゃったんですよね。捨てちゃったって変だな。全部変えたんですよ、何かに。ボスは同じボスだな。確かね、120ぐらいしかなくて大丈夫かなって言いながらねやってたんですけど、そういった声が一切入ってませんでした。なぜならマイクがミュートになってたからです。いつもね、撮影前にテストをするんですよ。映ってるのかっていうのと、私の声がちゃんと入ってるかっていうのをテストするんですけどね、たまたまね、はしょったんだよね、テストをね。そしたら、マイクがミュートになってた。あ、やべえ。MP 回復させんの忘れてたわ。ビッグバンかけられる？あと通常攻撃でいけるんでしょう。ロストアタック、オッケー。結構いろいろなんかアップしたな。で、宝箱は、宝箱を銅箱ね。OK。じゃあ、あとは結果を見てみますか。結果を見てみましょう。さあ、どうかな。になった。金箱3個、銀箱3個、銅箱3個、お、3個3個3個ですね。いいのが出るといいんだけどな、まあ、こればかりは運だと思うんでね。銅箱、メタスラコイン、結構メタスラ出ますね。なんかアナザーの方がいいのが出やすいらしい。アトラス強カード、カードはいらねえわー。お、プラス2。魔法の聖水。さあ、問題の金箱プラス3。前回ね、龍箱も取ったんですよ。
プラス3オーブ、で回復魔力プラス12、回復魔力こっちの方がいいか、若干呪文発動速度アルカニ、この辺いらないですね。まあこれとこれを入れ替えかな。物理筋ダメージな感じですね。ということで一番欲しいのはね、攻撃魔力プラスいくつってやつが欲しいんですね。ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。